ピンファイトを期待します。新たなチャンピオンが今宵誕生することになります。さあ、新チャンピオン誕生へ、日本スーパーライト級タイトルマッチ、運命のゴングが鳴りました。黒のトランクスが麻生、そして赤のトランクスが松山です。さあ、まずは具志堅さん、はい、麻生にとっては実に3度目のタイトルマッチになりました。期するものは大きいですね。そうですね、今日はまたもう最後、ね、3度目の正直というかもう、はい、なんかすごい気合い入ってますね。前回もタイトルマッチでした。10ヶ月ぶりの一戦になります。川島さん、はい、何としてもこの壁を越えていかなければいけません麻生です。そうですね、やっぱりここであのいい試合をしてね、勝ってね、はい、チャンピオンになりたいと思いますね。身長は177センチ、リーチがかなり長いのが松山和樹です。一方173センチ、麻生浩一、ともに30歳、1986年生まれ。次にスーパーライト級で対等するのは一体どちらのファイターになるんでしょうか。まあ、川島さん、特徴としてはまずライト級1位の麻生ですけども、どんな特徴がありますか。あのこういうふうにガードは硬いですよね、はい、それであの常にプレッシャーをかけながらボディーだ上だと叩いてくるような選手ですね。非常にあの粘り強い選手です。そうですね、はい、ショートレンジで戦っていきたいと話したのが麻生です。一方具志堅さん、はい、ミドルからロングレンジで戦いたいと話したのが松山です。そうですね、やっぱりスタイルがね、はい、背も高いしね、やっぱりジャブをいいジャブ出してますね。先に手数多くパンチを放っているのが松山和樹です。ボクシングのスタイルとしてはストレートパンチが軸になっていきます。積極的に仕掛けていくというのが松山和樹です。この距離感をいかに川島さん支配していくか大きなポイントになりそうですね。そうですね、あの詰められるか、はい、松山選手とか離すか、もうどちらかでしょうね。離れていい方がやっぱ松山選手で、はい、くっついていい方がやっぱ麻生選手なんですね。あ、おっと足が止まった。クリンチで一度時間を稼ぎます。やっぱ近づくとこういいパンチをもらえますので、ね、はい、やっぱしっかりガードを上げることです。中に入っていく、相手の懐に入っていくスタイルが麻生浩一です。その距離感を制したいと話したのが松山和樹。長いリーチを生かしたボクシングがあります。今日に関しては先制攻撃がキーワードというふうに話していました麻生。松山和樹さん、あっと右が入る、ビンアッパーが左、右のフック、的確に麻生が捉えていきます。具志堅さん、ここまで麻生の出来はいかがでしょうか。いいですね、あの距離はやっぱり麻生の距離ですね。麻生の距離ですか、はいはい、中にやっぱりもっと入ればもっといいパンチ打てるんじゃないかと思うね。距離を詰められてやはり川島さん、はいはい、松山にとっては嫌ですか。まあ嫌ですよね。ただやっぱりショートでのアッパーですよね。ショートのアッパーも武器になりますね、くっつくとね、はい。遠目から踏み込んでパンチを放っていくのが松山和樹です。一方懐に入って中から小さくショートで放ってくるのが麻生浩一。右のストレートを入れる。第1ラウンドの終盤に入ってプレッシャーをかけ始めたのはライトスーパーライト級1位の麻生浩一です。残り10秒を切っています。徐々にリズムが出てきました麻生浩一。右のフック、両者ともにプレッシャーをかけ合いながらという第1ラウンドでした。それでは両者のプロに入っての戦績をご紹介しておきます。まずは日本スーパーライト級1位麻生浩一、30歳、28戦戦って20勝7敗、引き分けが1つ、 KO 勝利が13度あります。 KO 率は 46.4%。 一方青コーナー同級2位の松山和樹です。プロに入って21戦13勝、引き分けが1つ、7つの負け、7つの KO 勝利があります。 KO 率は 33% です。まずは第1ラウンドの攻防、この右のパンチですけれども、川島さん、はい、どのようにご覧になりましたか。まあ、あの左ガードを上げているんですけど、ちょうど落ちたところですよね、はい、右のこの拳の効いたパンチもらいましたね。やはりこの距離感は効いたんですかね、はい、麻生の間合いになってきます。さあ、タイトルマッチ第2ラウンドのゴングが鳴りました。麻生と松山の一戦、具志堅さんは第1ラウンドを振り返ってみて印象はいかがでしたか。やっぱり お互いいいコンディションで試合やってますよね、はい、1ラウンド立ち上がりやっぱりいいですね、でお互いの自分のボクシングをやっぱり通してますね。共に自らのスタイルを通しますか、はい、うまくいってますね、お互いだからやっぱり両者ともパンチはありますね。パンチはありますね、はい、これやっぱりノックアウトでなんか決まるそうな感じもしますけどね。麻生、松山ともにどちらが勝っても初の大会になります。新チャンピオンが今日誕生することになります。
右のフック。田中さん、はい、松山サイドですけれども、内田トレーナーによりますと、ジャブの内割れを狙われていると、そこを気をつけて距離を取っていこうという話をしていますね。こちらの度目はちょっと力みがあったそうです。青コーナー、松山陣営は鈴木アナウンサーです。打ち終わりを狙われている、逆に打ち終わりを狙っているということでしたけども、川島さん、このあたりいかがですか。まあ、麻生としてはそういうジャブをやっぱり相手がつくので、はい、そういう作戦ですよね。相手の打ち終わりを狙うというところがやっぱり一番のいい作戦だと思いますね。麻生は松山の対策としてはロングは危ないというふうに話していました。遠い距離はとにかく気をつけたいというふうに語っています。リーチ、パンチのある選手、特に右ストレートをもらわないこと、松山対策を徹底してきました。田中さん、はい、その麻生サイドですけれども、消化しだけなく緩急をつけていく、そしてまだ急がなくていいよ、なんかかなり納得した第一ラウンドだったようです。ただこうの麻生サイドは坂口アナウンサーでした。一つのパンチが入ることに後楽園ホールが大きく盛り上がります。新たなチャンピオン誕生へ向けて、日本スーパーライト級チャンピオンベルトを争っての王座決定戦です。まあ、麻生と得意なパンチですよね。くっついて右左ボディの右フックですよね。上に第1ラウンドをご覧になっての松山の出来というのは、川島さんはどう評価されますか。決して悪くはなくてですね、コンディションも非常によく上がってますよね。ただやっぱこの麻生のプレッシャーですよね。プレッシャー非常に強いです。はい、距離を少し遠めに取っていく松山、一方ショートで攻めてくるのが麻生です。打っては離れていくという非常に戦いづらい相手というふうに評価しました松山です。麻生対策をする中で打ち合ってこないプルファイターというふうに評していました。距離で勝負してくる選手、そこをいかにかいくぐっていくかです。ただここは距離を詰められています松山和樹。この距離は具志堅さん、やはり嫌ですね松山は。そうですね、これボクシングは今右入る麻生のボクシングですね。やっぱり接近戦の中に入ってますから、はい、松山はやっぱりもっと距離を取らないとダメですね。川島さん、ここをどう対処していくかですね。そうですか。右フックを先ほどからね、もらってますので、やや左のガードが下がっているでしょうか、はい、松山残り10秒切っています。するのであれば左側のガード上げることですよね。右が一つ入りました。第2ラウンドが終わりました。麻生の右ストレートが光り輝いています。名門、新たなるステージへ。日本スーパーライト級王者決定戦第3ラウンドに入りました。第2ラウンドは麻生がリズムを作りました。中に入って右ストレートが輝きました。さあ松山はこの第3ラウンドいかに挽回していくかです。この距離です。ワンツーで攻めていく。ディフェンス力の麻生、オフェンス力の松山という中で日本の新たな王者決定戦。まあ、松山はあと上ばっかり集中しすぎですよね。ボディも打ちたいですね。もう少し下も狙いたいですか。はい、ガードがやっぱ硬いので、はい、上をちょっと軽く打っといて、下を強く打つとかっていうことですよね。上下打ち分けることですよね。左のボディが飛んできます。麻生のパンチ。過去の自分を超えるための王座決定戦ということになります。麻生浩一です。実に3度目のタイトルマッチ挑戦になりました。2014年、2016年ともに岡田の前に屈している麻生浩一。さあ今宵過去の自分を超えていくことができるでしょうか。ここまでは麻生らしいボクシングになっています。ここも中央で打ち合う。やや松山の足が止まり気味でしょうか。左ちょっと足は止まってますね。そうですね、松山の足が少し止まってきました。田中さん、はい、その松山ですけれどもね、やはり麻生の右フック当たってるんですよね。はい、ですからトレーナーからですね、左ガードしっかりつけるようにというふうに指示されてますね。麻生の右フック、やっぱ上げるだけじゃダメなんですね。やっぱりしっかりと顎につけるということですね。上げてるだけじゃやっぱり間から入ってきますので、やっぱしっかりつける、これがやっぱりガードの一つです。右フックはここを飛んでくる麻生。離れるとやっぱり手が離れるとガードじゃないですよね。上げてるだけなんですが、ガードを顔につけるということですね。そこを麻生は狙ってきます。左ボディの後の右フックというパターンがありました先ほどのラウンドです。右ストレート、距離を近づけてくる麻生。左のボディが入る、右、松山がどうここをクリアしていくか。右のフックで攻めていきます松山です。この距離をやや離したいという松山でしょうか。人生をかけたタイトルマッチというふうに松山は今日の試合が始まる前に話しました。選手生命を左右する試合と自ら位置づける今宵のリングです。自分はボクシングをこれから続けていくことができるのか、その答えが出る試合と話します。家族の不安、そして反対を押し切って続けてきたボクシングです松山和樹。負ければやめる、
これ以上ない決意のリングと話します。残り30秒を切りました。第3ラウンドです。中央で距離感を共に測ります。松山もよく見た方がいいですよね。あの相手のパターンって決まってますから、左ボディ、右フックっていうのが決まってますので、はい、パターンは大体分かると思うんですね。そこをよく冷静に、ね、考えてやった方がいいですね。攻めるチャンスは十分にあるでしょう。松山和樹、日本スーパーライト級1位が麻生、そして2位が松山和樹です。新チャンピオンが誕生する小屋のリングです。第3ラウンドが終了しました。先ほどのラウンドもこの右をもらっていた松山です。具志堅さん、松山はここをどう対処していくか、一つポイントになりそうです。そうですね、麻生の方はあのスピードはあるんですよ。スピードはあります、はい、で松山の方はあのパンチが重いんですよね。多分パンチの一発はあると思いますけど、スピードがやっぱりもっと速いパンチを出してほしいなとは思うけどね。さあ松山がこのラウンドを怒り挽回していくことができるか。右のフック入る。左のガードがやや下がったところ、右のフックが飛んできます。麻生のパンチです。左のリードジャブで作ることができるか。右のボディを狙いました。先ほどのラウンドからちょっと対応してきてますので、松山はね、だいぶもらわなくなってきてはいますね。対応できるようにはなってます。左のガードをしっかり上げるようにしてますからね、はい、左のガードを上げて下から上、下から上、松山和樹狙っていくことができるでしょうか。右のアッパーをしきりに狙っています松山です。あとはやっぱこの接近戦っていうのは麻生 の一番戦いやすい場所だっていうことをやっぱり考えた上で、はい、攻撃負けしないことですね。攻撃負けをしないこと、はい、打ち負けしないことです、はい、とにかく打ち合いになるでしょうというふうに両者は話していました。その打ち合いをいかに勝ち切ることができるか、ボクシングをいかに楽しむことができるか、両者は同じ表現でした。右入る、麻生の右、もうすでに何度か食らっています。麻生の右フックです。注目されている日本のスーパーライト級です。岡田が抜けて空位となっている王者の椅子、そこに新たに座るのは今夜一体どちらのファイターになるんでしょうか。左ボディからの右フック、足が止まった松山、左が一つ入りました。松山のパンチ、距離を縮められて厳しくなります。ここも右が入る。左ボディからの右フックです。このパターンをしっかり読み切って攻撃につなげていきたいという松山和樹。右ストレートが空を切る。もう少しどうでしょうか、川島さん、足を動かしたいですからね、はい、松山は、まあ、本当は動かしたいんでしょうけど、動くとどんどん来ますので、なんかやってる方としてはこのやられ負けてるイメージになるんですね、あまり下がるとですね、はい、なんでやっぱりここはやっぱりこういう距離でですね、打ち勝っていくことも大事ですからね。ある程度どうでしょう、具志堅さん、打ち合いになってそこを制することができるかという試合になってきますか。はい、そうですね、やっぱり打ち合いはやっぱり麻生の方が有利ですよね、はい、あのパンチが速いし、でショートパンチを打ってますよね。松山も悪くはないですよ、ある程度あのパンチもよく手数も出してますからね。ただやっぱり距離感が間違ってるかなって感じますね。もう少し距離を自らの距離にしたい、取りたいですか。はい、あともっと左をもっと使わないとね、左、はい、ジャブをもっと使えれば、左のリードジャブでリズムを作りたい松山和樹です。ただプレッシャーをかけてくる麻生浩一、両者ともに決意の覚悟のリングになっています。3度目のタイトルマッチ挑戦が麻生、そしてボクシング人生をかけているのが松山和樹。4難度、残り10秒を切っています。右のボディコンビネーションできました。右のストレート、第4ラウンドが終了しました。ここも麻生の右をご覧いただきます。接近戦になると麻生の方がやっぱちょっと上手いんですかね。下を狙った後の今度は上のパンチですね。やっぱ下と上と散らすのがやっぱ非常に上手いですね。プロに入って29戦目が麻生、一方プロに入って22戦目が松山和樹。ラウンド5、さあ第5ラウンドに入りました。中央で打ち合いに行く、右、隙ができればすぐさま右フックが飛んできます。麻生のパンチ、松山はその右をもらいたくないというここまでのラウンドです。スピードは麻生浩一です。距離を取って自らの重いパンチを打ち込みたいという松山和樹。
この距離は具志堅さんですから、はい、麻生の距離ですね。そうなんですよね、この距離じゃやっぱり麻生の方がショートパンチ打ってるから速いんですよね、はい、スピードも。麻生も手数は出してるけど、もう少しやっぱりガードを崩していかないとね、麻生のガードですね。近距離戦を得意としているのが麻生浩一です。ポイントは距離というふうに松山は話していました。ショートの距離で戦わない、自分は離れて打ちたいというふうに話しています。ただじわじわと麻生が常に近寄ってきます。このプレッシャーです。田中さん、はい、やはり麻生サイドですね、くっついていくこと、そしてついたら左ボディ、そして右クロスで締める、そういう指示が出ていますね。やはり左ボディ右クロスですね、川島さん。そのパターンですよね、はい、そのパターンを松山選手が読めるかどうか。このパターンですね、今のところ全部もらってるんですね、はい。さらに膝を落として柔らかくしていこうという話も出ていますね。なるほど、もう少し膝を落として下半身を使って具志堅さん柔らかくということですね、はい、そうですね。やっぱりあとはダッキングとかね、ああいう入れながらですね、体を振っていくっていう。上背が177センチ、リーチが長いのは松山和樹です。ただここまではこの距離感を制することができているのは麻生浩一です。脇腹とか打ちたいですね、ここですね。もう少し下を狙いたいですね。そうですね、全部腕の上叩いてますので、はい、ガードの下のパンチを狙います。ここも左のボディが気になっているでしょうか、松山和樹。なかなか離れてくれません、麻生浩一です。残り1分を切っています、第5ラウンドです。日本スーパーライト級タイトルマッチ10回戦、まもなく前半を終えようとしています。両者の対決、麻生浩一対松山和樹、どちらが勝っても初の栄冠、チャンピオンベルトを初めて巻くことになります。左のアッパーを2つ、麻生もう少し左のリードジャブを使いたいというのが松山和樹。距離を取っていきたい松山、右コンビネーションで返していくのが松山、右入る、しっかりと顔面を捉えてきます。麻生浩一のショートパンチです。残り10秒を切りました。今度は右強いパンチを狙っていきました。左のボディから右のフック。第5ラウンドが終わりました。前半が終了しています。麻生浩一対松山和樹の一戦、左のボディ、その後の右フック。第5ラウンドまでの勝敗をお知らせいたします。49対46が2社、50対46が1社、3社ともに赤コーナー麻生選手の優勝。日本スーパーライト級タイトルマッチ、オープンスコアリングシステムです。ここまでは3対0、麻生がリードしています。両者ともに家族が詰めかける中で迎えたタイトルマッチです。第6ラウンドのゴングが鳴りました。まずパンチを放ったのは麻生、返していく松山和樹。さあ川島さん、ここからの後半ポイントはどのあたりになりますか。やっぱりこうやって接近戦に付き合うんであれば、やっぱりガードの上打ってもしょうがないので、はい、やっぱり松山選手としてはボディから上に返すというようなコンビネーションですね、はい、左のボディから右のフック。あとは先ほどように打ってるところに合わせていくということですね。ガードが開く時ってその時なので、はい、打ち割りですね。相手が打つ時ですね、打つ瞬間に合わすと。打つ瞬間です、はい、それも一つです。ただちょっと勇気がいることですからね、はい。ここまでリードしているのは麻生浩一です。具志堅さんは麻生の心境をどう押し上がりますか。いや、もうセコンド陣も倒せっていうか、もうそのまま生かしてるんじゃないかな。自信を持たせて、このままでいいと、はい、やはりもう硬いガードと、やはり接近戦の入ったらやっぱりボディからの上を返すっていう、そういう作戦じゃないかなと思いますね。麻生浩一にとっては3度目のタイトルマッチ挑戦になりました。過去2度は共に勝つことはできませんでした。自分が弱かったんだと話しました。だからチャンピオンにはなれなかった。相手ではなく自分に力をつけなければベルトを取ることができない、それを教えてもらった過去2回のタイトルマッチでした。タイトルをつかみ取りに行く今宵です。最もベルトが欲しいと思っている人間がチャンピオンになることができる、それを証明したい麻生浩一。松山選手もね、上だけ狙わず下を狙うっていうかね、はい、ボディ打ちも意外とうまいですよ。
松山選手は、はい、田中さん、今具志堅さんからもありましたけれども、松山サイドはですね、もうここからは倒すしかないんだと、足が動かなくなってきたので接近戦に持ち込んで、あとはボディを打ちたいという話をしていますね。やはりですから接近戦でのボディを狙っています、はい、なるほど、川島さん、やはりボディがキーワードですね、はい、もうその通りだと思います。やっぱりボディを打って上に返すとか、ボディからのコンビネーションですね。そうそう、パターンを見てみたいですね。松山パンチはあります。相手を一発で倒しきるパンチを持っている松山和樹です。我こそはと一本ファイターが集う階級になりました。日本スーパーライト級、松山にとってはようやく巡ってきたタイトルマッチ。今日逃すことになれば次いつここに挑戦することができるかわからない。松山はそう語りました。注目の派遣争いです。左から右コンビネーション、左フックを一つ入れた松山、右フック、よく体が動いています。ステップワークも軽快な麻生浩一、左入りましたかね、はい、決してね悪くはないですね。松山選手も終盤に松山のパンチが一つ入りました。第6ラウンドが終了しています。ラウンド7、第7ラウンドのゴングが響き渡ります。後楽園ホール、日本スーパーライト級タイトルマッチ、新チャンピオンが今宵誕生します。麻生か松山か、激闘の先に笑っているのはどちらのファイターになるんでしょうか。左のボディから右フック、感触としては川島さんいかがでしょうか。後半先ほどのラウンドパンチが当たりました松山。ええ、そうですね、もちろんその対応はしてきてますし、ええ、動きを入れたりとかいろいろ自分でね試してはいるんですよ、はい、それの中で最後のね後半にいいパンチ入りましたので、こういう感じでいろいろ試してみることですね。左ボディ、右ボディ、ボディを狙い始めました。具志堅さん、このボディですね。そうなんですよね、ボディいいでしょ、このラウンドはボディをしきり狙っています、うん、松山です。ちょっと動き止まったんじゃないですか。ほら麻生の足が止まりましたか、うん、ダメージが残っているか、ボディが効いてきているでしょうか。麻生、ここは松山のチャンスです。ボディを狙い始めてから松山がきっかけをつかみつつあります。このラウンド、そうボディ打つ、左に入る、ボディ打つとねやっぱ上も当たりますよ、はい、絶対にはこういう風に当たるんですよ、右ボディから左のフックです、うん、松山やっぱ意識がボディ行きますので、やっぱそこにコンビネーションです、ね、右のボディ、松山も足を止めて打ち合いに展開しましたね。そうですね、ここはチャンスのラウンドになってくるかもしれません。ただ麻生も返していきます。もうここまで来た気持ちですよね、やっぱり普段練習やったことが出ますよ。そうですね、どちらがチャンピオンベルトを巻きたいか、その思いが強い方がこの試合の先に笑っているはずです。ここからは気持ちの勝負になりました。第7ラウンドに入っています。まもなく残すは1分というところ、リング中央で両者ともにやや足が止まり始めました。このラウンドです。麻生選手もただガードを上げてるじゃなくてね、はいろいろ頭を動かしてるんですよね。なるほど、左右の動かしながらもらわないようにもらわないように自分でうまく工夫はしてますよ。松山としてはやりづらい部分がありますね、この辺りはね、ただ打ち込んでいく、右ボディを入れます、ちょっと変化を入れたらね、はいはい、ディフェンス力の麻生浩一です。やっぱもらわない、この接近戦でもらわないようにね自分で考えながらね、はい、やってます。ディフェンス力がこの階級を制するとも言われています。日本スーパーライト級タイトルマッチ、右左、左のボディは麻生、スタミナが消耗してくる中、この後半第7ラウンド、左フック、右は空を切りました。麻生のパンチ、このラウンドは松山が的確にパンチを当てるシーンが増えてきました。おお、左のフック、松山のパンチが徐々に当たるようになってきました、うん、第7ラウンドが終了しています。このラウンドは松山がしきりにボディを狙っていくというラウンドになりました、はい、ちょっと麻生も余裕がなくなりましたね。気持ちの部分ではやや変化ありますか。麻生ちょっと焦ってると思いますよ、はい、ただやっぱりね老化ですよね、こう頭をね一生懸命動かしてこう
カナダチャンスを狙っていると。そうですね、もちろんディフェンスもしてますし、やはり引き出しはかなり多くあるという麻生です、はいはい、家族と共に戦ってきた松山和樹です。妻のさやかさん、そして1歳の娘ゆずかちゃんが見つめる中での総決算です。お互い勝負はこれからですね。この8、9、10残すは3つのラウンドになりました。これからは精神力の勝負になってくる。田中さん、はい、やはりこちらの麻生サイドもですね、ここからここからっていう声が最初に出ていること、そして冷静にということですね、はい、で技術面ではパンチの面ではコンビネーションをもっと増やしていこうと、そういう指示が出ています。なるほど、麻生はKO を狙うことは非常に難しいというふうに試合前話しました。ただ相手を削り続ける、フィニッシュブローのイメージはありません。手数で上回って流れの中で勝ち切りたいというふうに話しました。スーパーライト級1位の麻生浩一です。やはり両者が予想するような展開に川島さんなりつつありますね、はい、まあ、足を使うとかね、そういう作戦ってもちろんあるんですけど、はい、結局中盤から後半になってこういう接近戦の打ち合いになるんですね、はい、プロボクシングは特にですね、なのでやっぱそれなりの作戦を立てた練習をしないとね、勝てないと思いますね。具志堅さん、はい、ここから3つのラウンドは気持ちということですけれども、チャンピオンベルトが欲しいという思いが上回った方がそこに立つことができますね。そうなんですよ、やっぱり決定戦ですからね、お互いそれも分かってますからね、はい、あれはもう試合にも出てますから、やっぱり、はい、勝てばチャンピオンです。新たに歴史を刻むことができます。接近戦での目がどっちがいいかってことですね。なるほど、はい、さあここは前に出てきているのが麻生浩一、ただ負けじと松山もパンチを返していく。左ボディから右フック、右が当たる、足に来ている、足が止まった、そのままロープが追い詰めた、レフリーストップ、喜びを爆発させました。麻生浩一新チャンピオン誕生、日本スーパーライト級の頂点に麻生浩一が立ちました。3度目の王座挑戦、過去の自分を乗り越えた今宵のリング、悲願のチャンピオン誕生です。家族の皆さんが涙して彼を称えます。やったな、具志堅さん、最後は右で仕留めましたか。九州の大分県の大分タクニ魂が爆発しましたね。最後1分35秒、8ラウンド1分35秒、勝者赤コーナー日本スーパーライト級新チャンピオン麻生浩一、3度目のタイトルマッチ挑戦、悲願のチャンピオン誕生、麻生浩一。麻生浩一選手。